皆さん、どうも、よろしく、ドラムシードラゴン TV です。では、本日も、スーパーマリオ RPG、やっていきましょう。書いてる、書いてる。前、ここで、幽霊の、三兄弟みたいな、三人みたいな出てきてさ、やってん。やってませんやん。それで、ちょっと、見つけに行こうかなっていう気になった瞬間、今。ヒントはね、書いてるんですよ。木でできたお花の後ろ。最初から見ていきたい。マリオの家ね。で、緑のベッドの下と。で、あと、O と A の間って、ね、乗ってるんで。木でできたお花。木でできたお花とは、っていうね、感じなんだが、木でできたお花。念でよろし。いや、念でよろしって。はぁ、はぁ。あれ、寝ちゃってた。あ、寝ちゃってました。なんだよな。どこやろうな。ちょっと待って、キノコ城かな？木でできたお花の後ろ。はぁ、木でできたお花の後ろ。この辺りとか。これは普通に木か。木ではないか。正解な。正解では、木でできたお花。と、緑のベッドね。まあ、ここにはないな。三つなんでね。ちゃんと全部見ていかんとね。ちゃんと。そういうことか！ほー、こんなとこあったんや。へー、それは初見だった。まあ、見ていって正解やねって言うだよね。うん。へー、あったんやって気になった。全部絵をしながら、ほっほっほっ、言っとるな。綺麗で切ったお花はいずこ？っていうね、感じですが、全部見ていきましょう。トントン。トントンじゃないんだ。わー、すごい。やっぱ、マリオと、僕が負けなかった。うん、うまい。やったー。早かった早かったよ。すげえ早かったよ。ケロケロ子どうやろ。ちょっとふと変なことを思ってきてさ、緑のベッドっていうのは、これ変になくない？緑やしさ、これ。いないか。いや、わかる。わかるぞ。匂いでわかるぞ。あの幻のいいやつ。コルギオカン持ってるね。どうぞ。無線に幸せ。ありがとう、マリオちゃん。もちろん、ただとは言わないのよ。これ、お小遣いじゃ。
これでわしの願いは一足先に叶ったのね。ほう。どんだけ増えたんやろ。見てなかったからわからんけど。どんだけ増えたんやろ。1411今。さっきどれぐらいあったんやろってね。おお、すげえ、満開や、満開やん。ここもちょっとね、その、なんつうの？木でできたお花の後ろ。緑のベッドの下なんよ。だから緑のベッド探しつつ、木でできたお花とかもあればいいな、って。あ！これじゃね？レイホールお札！やった！木でできたお札。いや、木でできたお花の後ろ。これ、木でできてねってなって、見たらあったわ。ナイス。来て正解。やっぱこういうところなんやな、あるの。それはちょっと感じたんで。緑の、あと、緑のベッドの下と、O と A の間に。ないね。オッケーオッケー。ならいいんだ。前にここでさ、この上、ちょっと、行けなくて、ちょっと、どうやって行くんじゃなくて、あれ？なんか行ける！え？ってなった、今。ここどこ？いや、ここどこ？ってなってる。だいぶなってる。私は園芸家のプランター。そこのでっかい植木鉢にぴったりの素晴らしい木を求めているのだ。この世界のどこかによく育つ種とよく育つ肥料というものがあると言われているのだが、なかなか見つからないもんだね。お、なんとそれはですの。いやということだ、その人にとってはくれんかね、言うぞろ。もうついに最新も求め続けた種が手に入った。嬉しい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 な、いや肥料ね、肥料はないね。肥料はね、まだ肥料は見つからんね。中入れんのかなと思うやん。無理ないな。え？そういうことな。主人の頭の上乗って、乗れぬ。よいしょ！あ、そういうことだ。何やってなったわ。あざっす。あざっすって。そういうことな。ずっと、お！パパ帰ってこないな。また宝物を探しに行っちゃったのかな。甘いな。どどどどど。おお、来た。びっくりしたわ今。マジか。あ、こういうことでよかったんや。おー、マリオ、ありがとう。ところで宝は無事だったか？なかった。無事だった。んー、どうしよう。嘘だおい、マリオ、お前しか取れるやつはいないんだぞ。知らない。ごめんなさい。ごめんなさい。おかげでー。いや、今当たらずに済んだしな。俺にいいことを教えてやろう。そうなん。この先の森の出口が4つあるところで。おう、4つある、先の森。おう。進んでいる方向に対して。左、まっすぐ右。ちょっと待って、書こう。うん、左、まっすぐ右。うん。うん。
宝物があるぜ。ありがとう。ごめんなさい。ちゃんと謝ったから。教えてくれた。お、隠したら、宝あれ。この辺りや。あったあったってなった。多分ジーロと、ジーロが、あ、左、ここや。ドッキング、笑っては。340、やば。おっと、アタッカー。そうだ。あ、変えて。211、やば。まったくね。で、左やろ？左。怖いな。左。うん。まっすぐ。で、右、こっちか。で、ここかな。おー、すげえ！おー！やったー！正解。緑のベッドと O と A の間。緑のベッドはない。これ、なんだ？ここに何もあるよって、ダイナちゃんを山から助けたってみんなすごいなって言ってるよ。そっか。開かねえ、開かねえらしい。よっぽどの力持ちじゃないと無理だ。うん。不思議な卵。これは不思議だぜ。不思議すぎてめまいがするぜ。200個いら、買う！あね、突然空から降ってきたぜ。拾ってもらったけど、掘り出し物だぜ。買う！と、手つき丸い鉄の板。取っ手のついた丸い鉄の板だぜ。何使うかさっぱりわかんねえよ。結構いいんだよ。買う！これでおしまい！うん。散財しすぎた。670ないと思った。ちょ、何、持ち物よな。大事なものかな。いや、ちょ、ええってなった、今。どれ？どれだったん？不明だぜじゃねえよ。え？装備品ってこと？つまり。天空から落ちてきたってことだから。は？わからんわからん。ドドの羽。あ！あ、素早さが20アップ。あ、それってことか。ジャッキーベルト。なるほど。おー、結構やべえ。ちゃ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 。防御スカーフよりもいいかもしんない。思ってしまった。ジャッキーベルト。おー、すげえ！クッパにやっとくべきやな、これは。全部がいい方向性に働くのは。あ、フライパンいいの？愛のフライパンでお仕置きです！ 笑っちまった。何使うかわからない。これ武器やった。愛のフライパンでお仕置きで、お仕置きです。ただの腐らんよ、ほんま。アートちゃうんよ。笑ってしまった、それは。な、不思議な卵か、これな。あなたの愛で育ててね。愛すなわちラブね。使なっても、使ってもなくなりません。どういうこと、ほんま。
これキャサリン出てくるんじゃねえ。そんな気した。そんな気がすげえした。マジでそんな気がすげえしたわ。O と A の間と緑のベッドの下。なんで、探しがてら。お、なんだこいつ。いらっしゃいませ。ここで、ここはお店屋さんでしゅ。ピカピカイシはいかがですか？はいはい、くださいな。ピカピカイシは花火と交換しましゅ。またどうぞ。え？花火？花火とは？花火とは？ないな、俺の中では。スペシャルキャンペーンをじっと実施いたしておりますと、当ホテル自慢のスイートにご宿泊されますと素敵なプレゼントをお送りします。スイート一回泊まろう。さいでございますか。少々お待ちください。じゃあこちらプレゼントとなります。お受け取りください。フラワーカプセルをもらった。やった。今代わりのものがご案内いたします。どうぞごゆっくり。お客様。泊まりになるか、いや、泊まる。じゃあごゆっくり。間違えただけやんか。なあ。そんなにびっくりされんでも。いた。はい、あいた。鍵がかかってると思ってる。この部屋です。どうぞおくつろぎくださいまし。お風呂上がりにはこちらのガウンをお使いくださいまし。お休みの時は必ずスタンドを消してくださいまし。ルームサービスはそこのベルを鳴らしてご利用くださいまし。オッケー。では、では何？チェップを違って、あげよう。しょうがない。喉が渇いた。おお、へえ、そういうことできるんや。いや、ちょっと待て。チップ上げすぎてやべえ。何？ははははは、なんだ？なんだ？ははは、顔赤っ。顔赤くねすげえ。大丈夫？マリオ。一応調べるだけ調べとこう。ないな。O と A の間やろ。キノコサイズでは切られません。ショック。ちょっとショック。ミドルのベッドと O と A の間ってなんだ？これ何だったんだろう。なんかシュールなんやな。音的にさ。いや、だから、めっちゃ赤になってるの。なんなんこれ、気になるわ。俺、これで出ていったら、あ、戻った。ああ、面白い。ベッド、だったりしない。いやー、青いっすね。集めたよ。半分になるよね。バトルでもらえるコインが、なんと倍になります。経験値が倍もらえちゃいますやろ。よし。消費 FP が、なくなっから、マリオの家、ってなって。
ちょっと待ってってなった。あ、緑や、確かにそれ緑だ。あ、え、さっき見てる、いや、恥ずかしくなった、すっげえ恥ずかしだった。え、全然調べずに行ってたってことか、やばいな。こうだ、これだけやってこれだけやって、あと何やっとってんってね、話は。メガパチ、あ、おはようございます。そう、なんかこういうところあったよな、なんかあったり、あ、あった、あっ、 O と A ってさ、だい、なんかゴールっぽい感じしたよな。うん、あった、これじゃね、ワンちゃん。あー、ついに見つけたー、終わったー、さっきなんで見つけられなかった俺って、ずっと A 押してたのにってね、話だよ。モンスターをモンスター、モンスター、あったあった、よし、これでさっきの方進めるかな。うん、どこだっけ、ここだ、ここだ。わあ、えうわ。はあ、はあ、おめでとう、三つの札が揃えました。やるねえ。やるもんだね。僕たちも楽しかったよ。遊んでくれてありがとう。それで豪華賞品の授業です。豪華賞品。何をもらった？それではおはよう。パチッ。何をもらった？は？はぁって、ちょっと待って。何も持ってない。は？何をもらった？なんもない。スペシャル。装備。ん？幽霊勲章、バトル中防御力倍。やば防御力倍なのやばって。あ、これもらったんやね。へぇもっとお知らせリングにしといて。これは？外すとどうなる？あ、あるね。オッケーオッケー。バトル中防御力倍なの、やばや、やばいやろ。すごいこと起こってんな。なんかこの上のさ、やつ気になるわ。もしかしてさ、これ、ドサンってなってん。ドサン。うわー、では私のことだ。どうだ、大ヒルガスドスンサン。これで落ちてくるとかないの？ないわ。ないわってなったわ。マジかよ。おい。うん、私も好きだな。このバイブレーションがそんなに気持ちいいのか？うん。ドン。気持ちいいのか？ああ、これで終わりやな。つうことは、落ちてきてる可能性はないのかーい、ないのかーいってなね。どんだけやれ、いいんなら。1、2、3、うん、4、5と5回やったわけやけど、落ちてきた。神殿の鍵を手に入れた。あ、これでいけるんじゃね。もうワンちゃん、あの先気になってた先にさ、あるある、もう 寝る時間だから邪魔しないでほしいんだな。これじゃねえなら、寝る時間だからって乗ってるから、あ、いたいた、うまそうな鍵持ってるな、それ、誰か食べてみたいんだな、食べさせる。あんめ。やったー、これで終わった。ウルトラキノコ見つけた。やば。火炎玉、ナイス。めっちゃいいやん。気になってたところ、これた。やった。ありがてー。終わった終わった。